裏技63 D D E マイナーっていう進行があったとします。まあまあよくある進行なんだけど、これってベースはソレミでも、ものすごいあのベース音がドゥインドゥインドゥインってすんごいこう起伏が激しいというか差があるわけですよね。でベースっていうのは割とこういうふうに、ナチュラルに動いていった方がこうみたいな順番にこう音が流れていった方が気持ちよかったりするんで、2つ目の D を D オン F シャープ、まあ F シャープ分の D ってことですけど、にすると、ソーファシャープミって、トントントンって気持ちよく流れていく。音楽っていうのは、高音源の和音がこう動いていてもベースがこう流れていくと綺麗になったり、まあ、もちろんギタープレイの和音でもこう大きな和音っていうのはドンピンパーシャーンドント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 ンって動いていくよりも、こうやって流れていった方が気持ちいいんですよ。こう川の水の流れが横向きにこう流れていく感じの方が気持ちいいって、それがまあアレンジの一部だったりするんだけども、なので、親指をニョキッと出しておく。特にこの D カッコオン F シャープカッコ閉じるの F シャープ分の D、 F シャープ分の D、 こいつは G キーで言うと7度のところにあるコード代わりというかちょうどいい音になるわけですね。で他には例えば Am からベース音だけ下がっていく、こういうのもあったりするし、それにセブンスの小指をつけてAm7 だと、もちろん Am7 の時は薬指離せば人差し指と中指だけで、こうでもいいです。Am の小指が1弦3フレット、これはソの音で、3弦の開放もソの音。 Am にソの音が入っていれば Am7 ってことは、5弦から数えると02010でも Am7、 もしくは02213でも Am7。
でベース音だけが、これ今1弦入れた方、1弦入れない方だと、薬指も離して、ここは薬指で G 分のにすることはできる。でも次は親指、親指、